今回の訓練はフォーメーション飛行、いわゆる編隊飛行である。編隊飛行技術の良し悪しは飛行中に行われる様々な作戦の成功にも関わってくる。ファイターパイロットへの第一歩である初級操縦過程をもう少しで終えようとする段階である。この訓練で必要なのはリーダーとウィングマンの距離を保つ微妙なコントロール能力。訓練ではまず編隊の体型を保持しながら飛ぶスキルを教え込まれるが、それだけでも簡単ではない。気流の影響を受ける飛行機ではスピードを一定に保つだけでも難しいため、複数の機体が近づいた状態で同じスピードで飛ぶのはかなりの技術を要するのだ。 T7 とどれだけ一体になれるかがこの訓練の鍵になるのかもしれない。同じ編隊飛行訓練に挑むパートナーのことを通称バディという。バディと T7 の模型を使ってフォーメーションの確認を行う。2人の間で行われる意思疎通がこの訓練における重要な要素の一つであり、バディとの絆、強い信頼関係が訓練を重ねるごとに深まっていくことだろう。イメージトレーニングをする訓練学生、彼の目線の先には編隊飛行中の T7 との距離が見えているのだろうか。無事に終えた学生、このあとすぐにデブリーフィングが行われ、教官より今回の訓練の良し悪しと今後改善すべき点などの指導、いわゆるダメ出しが行われる。試験等の合否もこのデブリーフィングで行われるのだ。こうして飛行技術を身につけていく学生たち、しかしファイターパイロットになるためのステージはまだ序章に過ぎない。これからも様々なミッションが待ち受けている。